皆さんこんにちは。本日は内藤証券投資調査部アリーが中国株についてお話しさせていただきます。それではまず市場の動きから見ていきたいと思います。ポンド市場は5月下旬の株価急落後、上海総合指数で3200ポイント前後のレンジの狭い動きとなっています。景気対策への期待感は依然として根強いものの、5月末に発表された国家統計局の製造業 PMI が前月に続き景気判断の分かれ目となる 50.0 を下回るなど、景気減速への警戒感が重しとなりました。ただ3200ポイント割れの水準では値頃感から買いも入っています。結局昨日終わりの時点で上海総合指数は 3195.340 ポイント、前月末に比べ9ポイント安、同 0.3% 安でした。では次にハンセン指数のチャートをご覧ください。香港市場は先週木曜日6月1日にハンセン指数で 18,216 ポイントの年初来安値をつけた後、大きく反発しています。先週末2日には前日比733ポイント高と今年2番目の上げ幅を記録しました。6月に開催される米 FOMC で金利、利上げが見送られるとの観測が広がる中、この日対米ドルでの人民元安が一時的に収まったことで買い戻しの動きが優勢となりました。また米連邦政府の債務上限を停止する法案が上院で可決されたことも投資家に安心感を与えました。ただハンセン指数が19000ポイントを上回った水準では利益確定売りも入り、割れの重たい展開です。結局昨日終わりの時点でハンセン指数は 19,099.28 ポイント、前月末に比べ865ポイント高、同 4.7% 高となっています。次に6月に入り大きく動いた銘柄を見たいと思います。まず上海 A 株50指数構成銘柄では、金生産大手の資金工業が 7% 高となっています。事故の影響で操業を停止していた鉱山の操業を再開したとの報道から買い戻しの動きが出ています。また不動産開発大手のホーリー発展が 6% 上昇しました。今月2日に青島市政府が不動産購入の規制緩和を打ち出したことで、他の地域でも規制が緩和されるとの期待感が広がり買いを集めました。逆にインフラ建設大手の中国電建が 14% 安となりました。分社化と子会社上場計画を明らかにしたことで有料資産の流出につながり、中長期的にマイナスに働くとの見方から売り物を浴びています。また太陽光パネル大手トリナソーラーが 8% 下落しました。大株主が保有株を削減する意向と発表したことで、太陽光パネルメーカー全体の過剰生産に対する懸念が市場に広がり、売り材料となっているようです。一方ハンセン指数採用銘柄では、不動産開発大手のロンフォーグループが 22% 高、チャイナリソーシーズランドが 12% 高となっています。両銘柄とも5月に入ってから大きく下落していたことに加え、賃貸市での不動産購入に対する規制緩和の動きから大きく解放されました。また JD.com やアルミ大手のチャイナ本庁など、直近で株価が安かった銘柄を中心に指数構成80銘柄のうち7銘柄が2桁の上昇となっています。逆に電動のこぎりやドリルなど電動工具大手の草加実業が 3% 安でした。空売り業者による粉飾決算を指摘するレポートが今年2月に続き、昨日再度発表されたことで株価が下落しました。ただ同社は昨日引け後に空売り業者のレポートを否定するコメントを発表しており、本日株価が大きく反発しています。このほか電力大手チャイナリソーシーズパワー、製薬大手一石薬集団、インフラ大手 CK インフラが前月比マイナスとなっていますが、いずれも小幅な下げにとどまりました。次に香港市場での
業種別の動きを見たいと思います。足元各セクターともおおむね反発しています。特に不動産建設セクターは直近で大きく下落したことに加え、政策への期待感から買い戻しが活発になっています。もっとも今週に入り、一般消費財や情報技術、金融など上値が重たくなっているセクターもあり、今後の動きには注意が必要でしょう。次に総合取引制度失礼しました。次に総合取引制度におけるポンド株市場の売買状況をご覧ください。香港経由の売買は5月後半以降若干売り越しとなっています。実際5月15日から昨日までに累計で170億元近く売り越しとなりました。また今月に入ってからは2日に80億元の以上の買い越しとなったことで、累計額は買い越しとなっていますが、その他の日はいずれも売り越しです。対米ドルでの人民元安が大きな要因となっており、当面この状況が続きそうです。全体の市場規模から考え、相場を大きく動かす要因とはなっていませんが、注意が必要でしょう。次に、香港市場における本土市場経由の売状況をご覧ください。こちらは足元売り買いが交錯しています。今週5日には、今年最大となる約110億香港ドルの買い越しを記録したものの、昨日は80億香港ドル強と大幅な売り越しでした。全体としては一方方向に傾いているわけではありませんが、今後相場変動の要因となる可能性もあり、注意が必要です。次に為替の動きを見たいと思います。人民元、香港ドルとも対米ドルで下落傾向です。昨日は1米ドルあたり 7.12 元近辺まで下落しました。一時より人民元安の動きが緩やかとなっていますが、反発する気配を見せていません。一方香港ドルも5月中旬以降下落しており、下限となる1米ドルあたり 7.85 香港ドルに到達しそうない勢いです。海外投資家による運用資産が一部他のアジア市場に流れているとの観測もあるだけに、人民元、香港ドルの反転、香港ドルが反転するまで株式市場の本格的な上昇は期待しにくいでしょう。次に再度ハンセン指数のチャートをご覧ください。5月下旬に200日移動平均線を割り込み、一時1万8000ポイント近辺まで下落しましたが、足元同様平均線あたりまで反発してきました。本日前引け段階では19,285ポイントと若干上回っています。5月、後半から下落が2週間以上続いただけに、テクニカル的には今回の反発はもう少し続きそうです。ただハンセン指数は3月中旬から4月にかけ75日移動平均線近辺で、5月は25日移動平均線近辺で上値が抑えられており、今後両移動平均線の水準では利益確定売りが活発化する可能性があり、注意が必要です。特に75日移動平均線を抜けて本格的な上昇へと向かうには、通貨安がの動きが止まる、ないしは新たな経済対策の発動が必要でしょう。逆に新たな経済対策が発表された際には大きな上昇相場へとつながる可能性が高いと考えています。最後に主な経済発表スケジュールをご覧ください。今週は9日に物価指数が発表されます。足元の市場予想では消費者物価指数が 0.2% の上昇、生産者物価指数が 4.3% の下落と前月に続き低水準となる見通しです。国内消費の遅れから景気減速への警戒感があるだけに、両指数には注意が必要です。また、来週15日には、小売上高など、重要な経済指標が発表されます。こちらも現時点では、いずれも前月よりも悪化する見通しです。それゆえ、月後半は方向感のつかみにくい展開が続くでしょう。今日は株式市場の動向について解説しました。それではこれで失礼します。ありがとうございました。